このようにしてアウトラインと主体を描きました。それでは主体の仕上げに入りたいと思います。ツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして、今描いた画像をの色を少し薄くします。見える範囲まで薄くします。設定が終わりましたら6のレイヤーをタップして閉じます。続いてペンの太さを10ぐらいに設定します。それでは続いて少し拡大して描くと分かりやすいと思います。